どうもこんにちは。世界的 VIP 芸人です。私のですね、iPhone 12 mini なんでございますけども、こちらね、マグセーフ対応しててめちゃくちゃいいじゃないですか。で、ハードオフに行きまして、めちゃくちゃね、面白そうなものありましたんで買ってきました。こちらでございます。もう何て読むかもわかりませんね。はい、これなんですけど、モバイルバッテリーなんですよね。ちょっと早速開けましょうか。はい、オープン、こんな感じでございます。で、説明書がね、しっかり入ってるっていうのが、ポイント高いですね。まあいろいろこういう風に書いてあるんですけども、いわゆるね、もう貼り付けるモバイルバッテリーですね。こちらですね、Type C のケーブルが入ってました。そして本体こちらでございます。はい、こんな感じですね。うわ、かっこいいね。思ってたよりかっこいいっすわ。で、ここの部分に貼り付けてくださいよっていうことだと思うんですけど、これなんと裏面見てください。はい、バンドがついてるんですよ。はい、こんな感じで。ということはですよ。はい、スタンドとしても使えるし、指を入れてこういう風にホルダーとしても使うことができるっていうね、すごいねアイデア商品ですよね。でもちろん縦もいけますし、横もこういう風にいけるんで、まあ、動画見たいなっていう時には任意のスタイルでいけますよね。でここですね、一応電源ボタンがついてるんですけど、ここ押すと電源がオンオフなりますね。で裏にねインジケーターがついてるので、こう見るかな、25、50、75、100っていう風に分かりやすくなってますね。でここは多分電源オンのインジケーターですよね。二度押しすると消えます。で一回押すとつきますね。二度押しで消えるっていう感じですね。はい、早速ねちょっと使ってみたいと思います。簡単ですよね。ただこう貼り付けるだけ。あ、めっちゃ楽やん。はい、こんな感じで、はい、強力なね磁力によって一切落ちません。で横のね電源ボタンを押すと、はい、こんな感じでねつきますよっていうことですね。離すと、まあ、もちろん充電終わりますし、つけると、はい、こんな感じで充電が始まりますよという形ですね。で実際にねこれスマホつけたまま立ててみるとこんな感じ、まあ、角度が急すけどね。なんですが一応2段階ねいけるんですよ。ほらこんな感じでこういう風になってて、こうこうですね。なので、まあ、自分のいいスタイルに合わせてできますね。で横にするとこんな感じですね。はい、まあ、これいいかもしんない。で例えばもうバッテリーの減りがっていう人もこう持ちながらこうやって操作できるんで、あ、いいんじゃないかなっていう感じに思いますけどね。はい、というわけで、まあ、ハードオフね、やっぱお宝がね、たくさんありますね。面白グッズ、いろいろありますんで、ぜひ皆さんも見つけてみてはいかがでしょうか。以上です。お疲れ様でした。